はい、グルメデカです。今回は群馬県藤岡市にあるレトロ自販機の聖地ドライブイン七越の動画でございます。神奈川県相模市にあるレトロ自販機の聖地と比べると台数は少ないのですが、おすすめのスポットです。こちらのドライブインは映画やテレビのロケ地としてもよく使われているそうです。神奈川県相模市にあるレトロ自販機の聖地も別動画で紹介しております。リンクはコメント欄に貼っておきますので合わせてご覧ください。ドライブイン七越の近くには東日本最大級の古墳七越山古墳がございます。このマップの緑のあたりが古墳ですね。はい、店内に潜入いたします。レッツスタッティーン。はい、店内に入りますとこの辺りからレトロ自販機が並んでおります。カップヌードルや、こちらハンバーガーですね。そしてトーストの自販機、こちらは定番のうどん、そば、そしてラーメンの自販機ですね。お店の奥に参りますと、はい、ゲームコーナーですね。麻雀のゲームとか、そして左側こちらはパチスロ系のゲームですね。そして突き当たりには昔懐かしいゲームが並んでいます。レトロ自販機の聖地に欠かせない自販機がうどん、そば、そして右側のラーメンの自販機ですね。こちらは、ハンバーガー、そして右側がトーストサンドの自販機です。こちらは DJ さんが食べたハンバーガーでございますね。箱に詰め込まれたハンバーガーですが、見た目くしゃくしゃっとなってますけどね、それなりに美味しいそうですよ。グルデカ的にはまずはラーメンをいただくことにします。350円を入れまして、はい、ラーメンのスイッチポン。123秒程度でしたね。はい、出てきました。これ取りにくいよな。よいしょ。あ、怖っ。怖っ怖っ怖っ。どうですか、お味は。美味しいね。美味しいけど、相模原のあのラーメンから比べると値段はちょっと安いんだけど、まあ、相模原の方がすごいあれやね、具はいっぱい入ってたね。ありますか。チャーシュー入ってました。チャーシュー入ってた。いうかもうあっちあっちあっちいわ。
ちょっとあれだね、醤油辛いかな。あ、うん、まあ、さっぱりとして美味しいけどね。うん、やっぱ暑いな、あの容器が、底が暑いからなかなかふにゃふにゃですね。うん、それ使い捨てですか？基本回収してると思うんやけどね、容器はね。あ、うん、回収してリユースしてるんじゃないかな。うん、捨てるにはなんか、うん、そういう感じじゃないですよね。うん、美味しかった、うん、でもちょっと辛い。続いてチーズトーストをいただきたいと思います。ハム&チーズトーストいってみましょう。250円。ここか、スイッチ、ここポン。はい、トースト中。約40秒待ちます。はい、できたようですね。はい、熱い、あ、ちちちち、熱い、熱い、あ、ちょ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 、暑いわ、暑い。なかなかアルミホイルがめくれない。うまくできた。うん、でもあの相模原の時は確かは、ハムトーストでしたよね。うん、結構焦げてましたけどね。ここはハムチーズトーストですね。焼き加減も非常にいい感じですね。ちょっとね、銀紙が取りにくいというか、ようやく取れました。焼き加減はね、ちょうどいい感じですね。こんな感じです。そしたらいただきたいと思います。うん、味も美味しいね。結構ハエがね来る。なんかアジアで飯食ってる感じ。アジアのね、屋台とかで。うん、あ、こっち側にはね、逆側にはチーズがいっぱい入ってますね。うん、味は美味しい。まあ、自販機、レトロ自販機の台数こそは少ないものの、テーブルがね、屋内に結構来るな。屋内にあって食事ができるスペースがあるんでね、まあ、こちらの方もおすすめかなって感じですけどね。結構来るな。ちょっとこれはきついですね。うん、ちょっとハエ対策しといてもらうとちょっと困るね。うん、
うん、味は美味しい。コカ・コーラの自販機。そしてコーラをいただきますね。ワンポイントアドバイスですけど、中身に入ってるかも確認した方がいいんですけど、あ、これはね、もう見たところに入ってないんですけど、タイプ的にはお金入れてスイッチをしたらゴロッと出るタイプでしょうね。見た感じはないんですけど、まだ新しいタイプですね。レトロと言いながらまだ新しいタイプ。そしたらコーラ行ってみましょうか。コーラ、やっぱりゴロンと出てきましたね。はい、こんな感じですね。あ、それでね、栓抜きがあるんで、そこでこんな感じで、こちらでは七こしラーメンと、そして七こしうどんが販売されております。お土産でね、いかがでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。